はい、皆さんこんにちは。エレクセン講師の森山です。本試験が本当に間近に迫ってきました。でこれからですね、皆さんは本試験でしっかり点数を取るということを意識してください。で今まで勉強してきた、頭に詰め込んできた、そういうようなものを本試験でしっかり出せなければいけませんから、本試験でしっかり今まで勉強したことを得点化に結びつける、そのようなことをきちんと意識してください。例えば本試験でどのようにすれば力が発揮できるのか、本試験きちんと受験できるのかということです。例えば持ち物などもきちんと今のうちに確認をしておいてください。受験票は持ったか、それからどのような服を着ていけばいいのか、そのようなこともですね、今のうちにきちんと考えておく必要があります。消しゴムも3つ持っていってください。1個落として、すいません消しゴム落ちましたとか言ってる時間もったいないですから、落ちたら無視できるように消しゴムをきちんと3つ持っていく、鉛筆も複数持っていく、そのようにして力をきちんと発揮できるようにしていく。それから、当日、エアコンが効いて寒いかもしれません。ですから脱ぎ着できる上着ですよね、このようなものを羽織れるようにしてください。特にこの頭を通さなくても羽織れるように、こうやってですね、羽織れるようなもの、持っていくと力が発揮できるかと思います。当日こう寒い寒いと震えて、いているよりはですね、きちんとそのようなものも十分に準備することによって防ぐことができますから、そのようなことを今のうちに準備して、どうやったら点数が取れるのか、ああいうことを意識して、過ごしてみていただければと思います。で今までですね、たくさん勉強してきました。でまだまだ勉強したいことがある、予定通り終わらなかったという方もいるかもしれません。で司法書士の試験、非常に範囲が広いですから、すべての範囲が勉強できた、完璧な準備ができたという方はいません。それでも多くの方は受かってます。今まで勉強してきた、それに自信持ってください。今まで勉強してきた教材を机の上にこう積み上げてください。こんなに勉強してきたわけですね、そこまでやってきたわけです。今までの自分を裏切らないように、最後の最後まで頑張ってください。皆さんが力を発揮できるように応援しております。